箱でかすぎね。え、やべえよ、この箱。一番でかいんじゃねえかな。歴代で一番、もしかしたら、いや、でも、不思議花とかもでかく、あ、でも、一つのセットで、は絶対でかいわ。こんなでかいのなかったぜ、今まで。ポケモンスケール、ワールディング、上都地方、ライコー、エンテ、スイク、そして、このでかい箱だけでもやばいのに、セレビがついにゲット降臨でっていう。いや、セレビ来たか、めっちゃ嬉しい。セレビもさ、俺すごい楽しみなんだよね。一番楽しみなのはスイくんなんだけど、セレビーはすっごい楽しい。いや、最初セレビー見るかな、やっぱ。最初に松葉、ムーマ、セレビーのセットを開封して、ラスボスでしょ、スイくんは。さっと。セレビーちゃんセット。うわ、いやでもムーマもいいね。ムーマもすっげえ良さそう、クオリティ。で、セレビーいた。ついにセレ、松葉もめっちゃ造形良さそうじゃないこれ。もうマジでか。これあの、セレビーセットね。大きさが比較できて、で、ワールド感がね、ポケモンの世界のワールド感も堪能できる素晴らしい商品に。まあ、俺一番いいのはさ、このスケール感、ポケモン同士の大きさ、あの、トレーナーもそうだけどさ、大きさをさ、比べられるのがめっちゃ気に入ってるんだよね、このシリーズ。あ、ムーマとセレビは飛べる。台座があるから、飛べるね。今までさ、こう飛べる感じにできるやつあったっけ？なかったよね。俺持ってるやつでは初かな、このセレビとかムーマ、あの飛べるみ、だ、あの棒に刺してさ、台座にセッティングして、飛んでるみたいにするのを、宙に浮いてるみたいにするのは、初ゲット。うわー、ちょっと待って、やばい。この猫セレビーだけでこんなやばいってことはさ、ライコーエンテスティックこれどうなっちゃうんだこれ。で、ギャムがね、食玩だから、ちっちゃいギャムが入ってるぜ。ギャムが入ってて、で、これが、セレビーちゃん？セレビーちゃん？あ、これは？あ、草とかか。これはあの付属品の草とかだね。草とか。で、台座がついてる。なんだこれは？セレビーちゃんでしょこれ。セレビーちゃん箱に入ってる。で、ムーマと松葉ね。ムーマと松葉は同じこのパッキングに入っとるのか。ほうほうほう。じゃあまずは松葉からだな。松葉から出して、うわ、すげえ、クオリティ高いわ、やっぱ。ザン。すごくね、このマフラーのさ、このなびいてる感じとかがさ、超リアル服のこの芝感。たま、首回るんだよね、トレーナー系は。回んねえ！待って待って。回んねえ。今までだと全部回ったよね。今回回んねえわ。腕も固定されてるね。足も動かないし、もう固定フィギュアだ。固定フィギュア。どこも稼働しない。え、待って、首回ったよね、今まで。あ、回んないよ、確実に。もう、やーんって言ったら、多分ねじり切れちゃうわ。ここ止まってるね。回る仕様じゃないわ。ほー。頭回んなくなったんけ。角度つけられるの好きだったのにな。余裕で自立はするけれども、スタンド、さらなる安定感をね、このスタンドでパッチリストをセッティングしまして、さらに安定感を増すというね。いや、かっこいいな、松葉。すげえ。首は回んないけど、出来は最高に。かっこいい。松葉、そしてそれこれムーマっしょ。やっぱムーマを先にちょっとセッティングしたいね。このクリアパーツの棒でムーマのボディを支えて、そしてこの台座で立たせると。そして、まずちょっとこっちから組み立てるか。ムーマをセッティングするんだよね、ここに。わあ、すげえ、めっちゃいいわ、これ。わ、やばいな、これ。飛んでる感じにできるのすっげえいいわ。で、リアルサイズね。松葉と大きさ比較すると、こんな感じの大きさになるという。現実の世界にこう飛び出してきてるのがすごくいいよね。おぉ、ムーマー！めっちゃ、ブーン、表情も可愛いね、ムーマー。ご尊顔フェイス、超可愛くない？ムーマーと松葉、ザン。大きさこんな感じ。比較すると。おぉ、いいね！リアル感が出て、もうこのスケール感がいいよね。もうワールド感、スケール感、ダブルで最高に楽しめるぜ、このシリーズ。ムーマー超良かったわ。ムーマーの表情がすげえ聞いて可愛いね、ムーマーの表情。ムーマーこうセッティングできるのもいいな、台座に。飛んでるムーマーにできる。飛んでるムーマー。そして、ここからがメインディッシュのメインディッシュ。セレビー。もうなんかセレビーで終わってもいいぐらいのメインディッシュのメインディッシュだからね。しかし、最初にさ、この草を出してセッティングしてみる。リアル感がさらに増すから、ポケモンのワールド感がさらに増すからさ、この草を、おー、やっぱ草があるだけで全然違いますわ。草があるだけで、なんかこう、リアル感が全然変わってくるよね。そして、これだけのやばいのだが、ムーマと、松葉と、草、サンセット。やばいんだけどさ、この箱に包まれてるこやつは、誰ぞなと。こやつは、トゥトゥルトゥルって見えたと。うおー、セレビーだ！マジ嬉しい、セレビー。やばい、これコレクション中のこれ、あ、でもその前にやっぱ台座だよね。台座を組み立てて気持ちを盛り上げてからセレビーを箱から出して、セレビーをセッティングするっていうやっぱ流れで。いや、ほんと松葉かっこいいよなぁ。グリーンも良かったけど、あ、待って、グリーンと並べてみる？グリーンと。ちょ、ダブルで、ちょ、並べてさ、わ、すげえ、台座だけで興奮してきた！台座だけで興奮してきた！セレビーが封印されし、
セレビーだー、懐かしい。これ当時持ってるやつマジヒーローだったからな。なんせ映画とか見に行ったらもらえたんだよね、確かね。俺住んでるとこ田舎すぎてさ、映画あの上映するとこまでめちゃめちゃ時間かかるわけよ。4時間ぐらいかかったかな、確か。だからさ、見れないわけ。だから持ってるやつ行ってさ、持ってるやつってヒーローだったんだよね、セレビー。すーごいなー、やべえ、なんじゃこれ。この箱、もう、この箱のまま飾る。ほこらみたいだし。ほこら。ほこら。めっちゃいい感じだ。でも待って、出すか。もうとりあえず早く出せったら、もうこの箱で興奮してるわけにはいかないんだよ。いたわ。完璧にセレビ。完璧に。あ、今もセレビでしょ。はい、セレビ。マジで。ガチセレビじゃん、これ。ガチのマジのセレビじゃん。わー、セレビだー。ちっちゃい。セレビ超ちっちゃい。かわいい。これセレビの台。つか台座合ってるよね、これ。なんか先っぽについてる、これ。これ何これ、ここにセレビを刺すのか。ごめんね、セレビ。大丈夫か。あ、こうだわ、合ってる。おお、セレビが、ほわーほわーほわー、もう一緒にマスターボール投げるわ。ほわー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 、すげえ、セレビが飛んでいる。やばい、やべ、ごめん、全然ピン立ってなかった。全然ピン立ってなかった。マジごめん。興奮した。このクオリティの高さ、台座込みでいいよね。こうやってセッティングできるって感動じゃない、セレビーを。すげえ、フィギュアのさ、クオリティはもちろんのことなら最高に、ただペイントも綺麗だし、造形も最高でしょ、これ。でも、台座がいい味出してるよね。クリアパーツだからあんまり目立たないからね。邪魔しないよね、フィギュアを。ほわん、ほわん、楽しい。やべえ、セレビー超良かったわ。うわ、最高だ、このセレビ。やべえ、あと5個ぐらい欲しい、ガチで。マジ、セレビ、これいろんなところに飾りたいよ。ちょっと並べてみるか、セレビも。めっちゃめちゃいい感じだわ。やばい、やっぱセレビすげえいいわ。あの、ゲンガーとね、ラプラスもね、やっぱ松葉はね、セッティングしたいってね、ゲンガー、ラプラスも降臨したんだけどさ、ラプラス超でけえわ、やっぱ。ラプラスのこのでかさ。やば、あとグリーンもね、連れてきたんでね、あと、博士でけえ。博士でけえ。博士もなかなかでかいよね。ガタいいんだよな、博士ら。いや、素晴らしかったな、このセット。めっちゃいい感じ。ムーマンも超気に入ったし。この台座がいいな、ほんと、ダブルで。ダブルで台座がめちゃくちゃいいわ。松葉とグリーン超かっけえな。グリーン。いや、めっちゃいい感じだ。いや、ラプラスの迫力ナンバーワンだけどな。ラプラスの迫力。すごいね、ラプラス。このでかさ並みにあるんじゃないかなと。松、つか、あるよね。ライクオーエンテスイク。え、やばくね、これ。え、待って、ドキドキしてきた。よし、行くぜ。心を、統一、精神統一して、心を落ち着かせ、ライコ、エンテ、スイ君のセットを。やばいな、めっちゃドキドキしてきた。落ち着け、大丈夫だ。いける、大丈夫。今の精神状況ならいける。大丈夫だ。落ち着け、取り出せよ。おお、思った。めっちゃでも、重量感がすごいんだよ。滑んないもん、重すぎて。ほら、重すぎて。すごいな。こんなに重たいのか。まず箱をちょっと見たいよね、箱ね。スライディングして封印を取り、バカリスへ、主号と、中の封印を、いたか、ちょっと待って、チラリズムする。チラリズム、いたわ、やべえ。全然出てこない、ちょっと待って、みっちり詰まってる、でかすぎて。ちょっと、あ、出た、生まれた、出る、なんだこれは。なんだこれは。ライゴー、一発ライゴーでしょ、ライゴーからの、エンテ、そして、おー、スイクだ大好きなスイクがいる。うわ、マジでか。箱の時点でこれ永久保存マジ。でっけー、なんかのボードゲームみて。なんかのボード、なんか堂々とる、たたずまい。ライコー、エンテ、スイ君のザン。スケールワールド、上都志向セット。ライコー、エンテ、スイ君、3セット。うわ、かっけー、やばすぎないこれ、箱ね。箱のデザイン、この、うわ、スイ君の真正面。エンテ真正面。ライコー真正面。みんな威厳に満ち溢れているね。威厳に満ち溢れているね。で、左側はライコー。そして、上側はエンテ。うわ、炎のエフェクトがいいね。そして横がスイ君か。おお、スイ君だ、このし、すごいな。なんか、もののけ姫の音楽が流れてくるよね。もうスイ君のこの神々しい、お姿、ご尊顔フェイスを見ると、そして裏にはね、こう説明が書いてあると。いつもと同じ説明プラスに、このセッティング方法が書いていると。すげえ、やべえな、こういう風に、おう、ほう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 。支柱台座の使い方、こういう風に使うのか。めっちゃ支えるんだね。やばいわ、これやべ、伝説のシリーズだわ。これおそらくね、これワンセット1万ぐらいだったの。1万ぐらい。ワンセットね。しかしながらこのセット絶対ね、いや2万はいくんじゃねえかな、これプレミア。プレミアム価格。2万円。
やばい価格になる、そう、2万円ぐらいいくと思う。これやばい価格になって。こんな、箱、セット、いや、これもしかしたら、3万いくかもね。後々。やばすぎて。1万円で、買えたの奇跡だったわ。1万円で。これ絶対高くなるもん、これ。うわぁ、よかったぁ。たまに買いのとこある、あるじゃん。予約終わっちゃってさ。うわぁ、逃したっていう、大抵高くなるからね、プレ版のやつって。これ特にこれ絶対やばくなるわ。もう見た感じでわかる。こういうのって絶対高くなるから。やったー、ついに。ゲットできた。まあ、ネットの画像を見てからずっとね、早く本物見たかったんだよね。封印が今解かれます。封印が今解かれ、いたか今。いたかもしかして、いたかいたかあーいた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 。やばい、やばい、ガチやばいわ。え、なにこれ、え、マジやべえ。早くちょっと待って。出したいんだけど出したくないって気持ちも出てきた。やばい。このまま飾るのもさ、コレクター魂じゃない。未開封のやつ。モンハンセット買って未開封で飾るってもいいかもね。うわ、すーげえ。ちょ、待って。これ何？これ何？これは？あ、支柱台座かのパーツが入っていて。そして、こういう風に入っている。セットは。わ、すーげえ。でっけ。これってどうやって取るんだ？いや、これ、あ、まずこの段ボールね。これ、いらない段ボールちゃんを横に置いて、で、このブリスターちゃんをこう引き上げるようにして取っていいんか？大丈夫ね？これ取っていいよね？あ、そっか、これ、剥がしていいんだ、カバーを。そっかそっか、ブリスターはいつもの感じだから、カバーを外して、こう取れば、あとは、このね、カバーを取れば、あとはもう取り出すだけということになっているって言ってるって、見える。見えるよ、この。ライコーエテスイカの神々しいお姿が、まずライコーから行く、ライコーから、ライコードゥットル、ライコードゥルットゥットルトゥットル、源ライコー。おぉすげえライコー思った超でけえわとんでもねえフィギュアだな、これ激かっけこれはもう過保つる過保だなか、もう本物は、もうこれ、ね、切る必要なく、スポッて取れるからね。スポッて取れる。やばいわ。でかすぎる、でかすぎる。で、ちょっと待って。やばいって、これガチでやばいわ。ライコーいろんな角度で楽しめる。やっぱゴソンガフェイス、ほんとかっこいいよな、ライコーの。ザン、牙。この牙。ゴソンガフェイス。尻尾を取り付けて、ここにね、セッティングして。うわ、でっけーいや、改めて見るとさ、この尻尾のデザインも超かっこいいよね。ガンガンガンってなってる。ガンガンガンってなってるさ、この、稲妻走りみたいな感じのさ、尻尾もかっこいいよね。うわぁ、ライコやーばーでっか。すっげぇ。本当に神々しいわ、このお姿。ただ目が優しいんだよね、すっごいね。目がすっごい優しそうな。アイズ、ジェントルアイズ。ジェントルアイズしとるんだよな。こんなやべえボディしてんのに。すげえかっけ。じゃあ次。今回一番のデカさ、いく。重みが違いすぎ。うわ、でっか。ちょ、横にね、ライコちゃん、ちょ、横に置いといて、ライコちゃん、かわいい。いや、しかし。で、で、うわぁ。なんだこの重い重量感。さ、ダンベルやんけ。ダンベルやんけ。うわ、マジで。ここの、ふわっていう、うねり。ここのうねり圧力を感じるね。でっかもう顔面がイケメンすぎるんだわ、こやつ。顔面遠底の。もう伝説って感じのさ、レジェンドって感じのさ、もう、たたずまいだもんね。さすがのこのフォルムじゃない。めっちゃかっけ。そしてこのね、両サイリングに取り付けると、もうこのパーツはね、あの形があるから、その形、両方とも違うから、形に沿って、あの、合わせて入れると、こう。完全なるパーフェクティライコが完成するという奇跡ミラクル。レベルマックス外伝中の外伝、我、ライコ、エンテ、ライコじゃない、エンテなり。かっこいいな。ライコと並び、ライコとエンテ。すげえかっけ。やばすぎないこれ。ふーわー。いや、これ3万いくわ。おそらく。これ。これ3万いくわ、超えるわ。これはもうね、分かった。開けて、実際見てみて分かった。これはもう3万いく商品だった。これはもう後ほど3万いくわ。うわぁ、後からゲットする大変だな。でも、もう忘れてほしいな。もう忘れてほしいぞ、これは。やばい最後。もうだって、雷光炎帝水君と来るわけじゃん。ラスト、メインディッシュのメインディッシュ。このストリームはちょっと無理かもしれん。俺気絶する。いや、どうしよう、気絶したらごめん、本当にマジで。なんか、めっちゃ軽く感じる。でも。あの、ライコ、エンテ、スイ君の持った後だと、もう、本当に、綿菓子も、まず、綿菓子持ってる。
めっちゃ軽い、すっげえ軽いけど、フォルム一番好きなんだよね。かっこいいな、スイクエン、ほんと。やばくないこれ。これ何この、え、マジ何こいつ、ほんと。かっこよすぎでしょ。スイクエン。うーわ、神々しい、イケメソ。もうなるんだったら、もうスイクエンだからね。俺スイクエン一択。スイクエンになりたい。もう生まれ変われるんだったらスイくんでしょ。いやでもエンテイもかっこいいけど、俺炎好きだからさ、赤が好きなんだよ。炎つけめっちゃ、でもな、フォルムで考えるとこれ、スイくんシュッとして、このイケメンのフォルムがめっちゃいいわ。超かっけー。このモフモフ感もいいよね、ここの目。本物みたい。もはや本人でしょ、これ。ゲームの中から飛び出してきてるね。もはや本人ですわ、これ。すげえ。手のひらサイズになって登場したんだわ。スイくんのお尻に、ぶっ刺すと、あ、もう、やばい。神だわ。え、これ、支柱パーツいらなくないこれ。なんかさ、裏にさ、支柱台座で、なんか支えるって書いてあったけど、いらない気がするんだけど、これ軽いし。え、これにセッティングしとったよね確か。この箱の、めちゃめちゃでかいね。このデカさに対して、このギャムのサイズ。ちっちゃい、ギャムももうちょっとでかくしてくれればいいのにね。この箱に対してギャム1個だぞ。ギャム1個ちっちゃいの。ギャムもさ、これ、エンテイスイ君、来光サイズにしとし、そして、ちょっと待って、セッティング方向もう一回見てみるわ。これさ、いらんくね全く。支えなきゃダメなんかな？全くいらない気がするんだが。重いやつはさ、後ろに、倒れてきたりとかさ、前に倒れちゃったりとかして、重さがかかってる方角にね、倒れちゃうんだけど、これ別に全く 重くないから、あれ。いらない気がするんだけど、まあ、一応あるから、支えるか。セッティングしてみるとこんな感じに、胴体の部分の支えと、この、両サイドの支えをセッティング、するとこんな感じになる。いや、でも、なかなかいいね。セッティングしてもかっこいいじゃない。うわ、めっちゃかっけえ、マジ、スイ君。スイ君と、エンテイとライグこのトリプルやばくない？スイクなんでこれ胴体の支えパーツあるんだろう。これ胴体全くいらない気がするんだけど、なんだって、もうライコーとかエンテイないからね。胴体のパーツはライコーとエンテイは足太いんだけどさ、めっちゃ足分厚いんだけど、前足も後ろ足もめっちゃ分厚いんだけど、スイクちょっと細いから一応支えるためについてんのかな。ミュウをセッティングするとこんな感じ、めっちゃちっちゃい。うわーちっちゃい、踏みつぶされる。イーブイかわいい、イーブイ超かわいくない？イーブイとさ、スイクとエンテイ比べてこんな感じなんだね。うわー、ポケモンバトルにもならんだこれな。もう踏みつぶされて終わるじゃん。めっちゃちっちゃい。ちなみにピカチュウはね、こんぐらいのサイズ。カチ。ピカチ。ピカピ。ピカピ。ピカピちっちゃ！こうやって飾っておくだけですっげえワクワクすんね、これ。エンテ超迫力。すっげえ、ね、重力溢れボディだよね。あと、スイ君のイケメンレベル、神々しさで言うの、やっぱスイ君ナンバーワンかもな、これ。山の湖でこんなん出てきたらもうヒレ伏しちゃうよね。うおーみたいになるよね。で、ライコーで、ザン。ピカピと。色が合ってていいね。ライコ、ゴソンガンフェイスは俺ライコ一番好きなの。でも、ゴソンガンフェイスのデザイン、ライコすっげえかっけえ。めっちゃ気に入ってるこれ。総合点はやっぱスイ君がすごく好きだけどね。最高だったわ、このサンセット。やばかったな、これ余裕で3万超えるわ。あとセレビーとかも良かったよね。セレビーとかもね、めっちゃ良かった。セレビーとムーマとね、松葉。ザン。この並び、最高だったなぁ。いや、今回のセットも本当に良かった。次回のセットもめっちゃ楽しみだなぁ。このスケールワールディング、どんどん早く発売してほしい。どんどん出してほしいよね。めっちゃ楽しみだ。これ集めていくのすげえ楽しい。ということで、今回は、ライコー、スイクン、エンテイセット、そしてセレビーセットの開封レビュー動画でした。みんなもぜひゲットして、並べてみて。めっちゃ、白毛はやばい。この、机の上がポケモンの世界になる。ポケモンワールドの世界に自分が入ったかのような錯覚に陥るね。うわ、でけえ！不思議バラ、超でけえ！ちょ、ダンネの時点でもうでかいからな、こいつら。でも、この、不思議バラのでかさ。これ頭おかしいだろ、このでかさ。やべ、かっこいいなー、やべ、かっこいい。マジ、これもう、やばくないこれ。重量感ナンバーワンの今のところ。コレクション中のコレクションの中で、重量感ナンバーワンのデザインだからね、おちり。めっちゃかっこいい、不思議はな。こうやって飾っておいてさ、見ると人生ほんとワクワクするよね。楽しくなってくるよね。すごいよ、この迫力。ありがとうございます。ほんと次のも楽しみだな。次何届くんだっけな。他のも買ってるんだけど、順番に届くかどうかわかんないから、まあ、届き次第ね、また開封してみんなで見ていこうと思う。それではまた次回、次の開封動画でお会いしましょう。最高のね、スイ君だったわ。ありがとう、スイク。コレクション中のコレクションが増えたわ、また。スイクマジたまらん。これやばくない？この格好さ。
しかしでかいなぁ。ミュウと比べたらほんとなんかミュウなんてワンパンで負けそうな感じするよね。ミュウで。ミュウちっちゃい。イーブイとかワンパンでこれやられんじゃん、これ。うわ、ちっちゃい。でもイーブイちっちゃくて可愛いなぁ、イーブイ。イーブイのちっちゃさ。すげぇ、なんかちっちゃいポケモンめっちゃ可愛いよね。でかいのもすごい。ラプラプスとかさ、不思議魔とかでかいのもすごいいいけどさ、ちっちゃいのも可愛いよね。